おはよう前橋から。皆さんおはようございます。おはようございます。2月12日金曜日、時刻は7時25分を回りました。ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはかんな、元気にお送りしてまいります。改めましておはようございます、磯日彩香です。皆さんおはようございます。間違いなく古戦じいちゃんです。よかったです、今日は古戦記じいちゃんが来なかったですね。ね、間違いなくです。はい、昇進、はい、本物の古戦じいちゃんと金曜日お送りしていきます。よろしくお願いします。本物だと証明する手立てはありません。保険証とか見せてもらおうかな。偽物かもしれない。さあ今日はね、ちょっと朝からまだちょっと暗いですね。なんかね、すっきりしないね。ねえ、でも昨日あれ見ました？飛行機雲見た方いるかな。飛行機雲空に、あ、なんでもない。あ、飛行機雲って言うとそっち古戦じいちゃん歌うんですか。ムーミンだっけ。ムーミン、あれ今ユーミンでしょって突っ込んでよっていう話だけど。あ、私全然違う曲想像してた。ちょっと待ってください。あ、だって今のボケすらメロディーが合ってねえから。そうそうそう、もうね、もう絶望的な音痴だからね。全くそのボケすらボケられないっていう。はい、はい、というわけですいません。昨日は本当に5時夕方ぐらいかな、に空にね、なんかもう本当にアーチ状弧を描くような、長く伸びる飛行機雲を私も見ましたけど、誰だった誰乗ってたのかな。なんだろうね、旅客機かね、何だったんでしょうかね。UFO とかはUFO は飛行機雲じゃねえか、飛行機じゃないんだから。でもなんか UFO とかいそうですよね。飛ぶ道具だから飛行機か。まあそんなことはどうでもいいと、飛行機雲がね、でもまあ長くなんか残る現象っていうのは、上空が湿ってると起こりやすいそうですよ。あ、そういうなんだ。そうだから乾燥した空ではこういうふうにならないんですって、うん、あ、必ずできるもんでもないんだね。そう、なるほど。で今乾燥すごくしてるから、あ、そうなんだってちょっと思ったんですけどね。でもこう飛行機雲がいつまでも消えないときはね、やっぱりこう雲ができやすい状況で、天気のね下り坂のサイン、あー、そうなのなんですって。じゃあ今度からそう思う、ね、覚えてたらの話だけど。そうだね。忘れそう。でもね、今日は大丈夫です。大きな崩れはなさそうです。そうですか。はい、はい、まあ、降水確率もね、10% なので、多分大丈夫でしょう。大丈夫だね。はい、ちょっと心配しましたが、はい、さあそして今日のメールのテーマいきましょう。今日のメールのテーマはレロレロ。時間がないのに違うこと言わないでよ。レロレロは私。今日のテーマはレトルト。よかった、今日はレトルトです。最近のレトルト商品ってクオリティが高いですよね。そこでお世話になってるレトルト食品、食べてみたいレトルト食品、こんなレトルト食品があったらいいななどメッセージをお待ちしております。はい、今日はレトルトカレーの日です。いやいやいや、それでは今日も一日頑張っていってらっしゃいまし。いやいや、喋らないんかい古戦ちゃん。ちょっと考え。さあ時刻は7時45分です。おはよう住屋さんのコーナー、このコーナーは前回の振り返りコーナーとなっています。さあ昨日はリスナーの皆様と木村豊さんと一緒に買っちゃったというテーマでお送りしていきました。そう、豊さんがおうちご飯にね、今ハマっているということで、よくお店にあるステーキとかを焼く鉄板あるじゃないですか、ハンバーグとかステーキとかジュージュー、あの鉄板を買っちゃったんですって。ほう、なかなかあれね、あれが落ちてる。サイズはどのぐらいなの。あ、本当にお店にあるぐらいの平均1メートル角ぐらいの1メートル大きい。
鉄板買ったんでしょ。え鉄板、バーベキューとかの鉄板じゃないですよ。うん、だからそういう鉄板買ったんでしょ。え、どのくらいの大きさなんだろう。え、小千ちゃん、お店で食べるさ、ステーキとかハンバーグ食べるとき1メートルぐらいの鉄板で食べてるの。いや、あ、皿買ったってこと。そう、鉄皿、鉄皿買ったってこと。うん、鉄板ってほらあれ焼く台だじゃ。あ、そうなの、あれ鉄板って言わないの、うん、でもお店の方鉄板って言ってたよ。鉄板だ、鉄板って言った。うん、あ、違うんだ本当は。今日から鉄板です、昨日からか。のことは皿ね。へえ、あ、鉄皿、そうそう、鉄皿とも今鉄板とは言わないんだ。ごめんなさい。いう地方もあるかもしれないけど。へえ。まあびっくりした。鉄板買ってさ、何人分もこう、うん、ね、お店みたいに。ああ。うん。そっかそっか。バーベキューのコンロの上乗っけたりとかして、うん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 、そういうのかと思っちゃった。そっかそっか、ごめんなさい。一人文化じゃやっぱりあや。豊かは。そう。自分のだけ、自分だけいい思いすればいいと思ってる、家族いるけどね、家族の分はね買わなかったって、うん、やっぱりの、そう、うん、言ってた。一人4000、5000ぐらいので買ったって言ってた。へえ。なのでスミヤさんもね、今日買っちゃったでメールをいただいております、うん、つい買ってしまったハーフコートが吊るされたまま3回目の冬を越そうとしています。靴下が安いのでカタカナ4文字の店に行き、10足ほど買い物カゴに入れてレジに、途中でこれっていいんじゃないって言われハーフコートを手渡されました。若い人向きじゃないのかななんて思いながら買ってしまい、結局靴下より高いものだったんですよ、スミヤーっていただきました。あららら、着てないのね。ね、うん、ハーフコート、うん、どうなんだろう。カタカナ4文字のお店、カタカナ4文字のお店ってなんだろう。あそこでしょ。どこ、カタカナ4文字ねって言ったら全然わかんない。あーちゃん、後で教えてもらおう、こせっちゃんに、うんうんうん、靴下が安いんだ。うん、靴下ね、安いよね、うん、へえ。三足でいくらとか、うん、ほうほうほう、ね、カタカナ3文字、4文字、うん、まあ置いといて。あー、わかった、わかった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 、なんか思いつかなかった。そうか、コート買うつもりなかったけどね、そのなんだろうね、あ、うん、これも安いからってちゃちゃって決めちゃうと、うん、結局いらなくなったりとかね、いらないもの買っちゃったりとかね。でも逆に、うん、これって決めたものを買ったけど意外となんかそ、うん、何も考えずに、うん、あ、一応これ安いから買っとくかと思ったものほど、うん、結構なんかたくさん使ったりとか、あとになって、そうそう、あとって、うん、そう、買った後に結構使ってて、うん、あれ意外とこれの方が使ってるじゃん。じゃあじいちゃんのとっておきのやり方ね。うん、何、寝かす。寝かす、うん、じいちゃん服、昔はね、新品の服買ってた頃は、はい、うん、買ってすぐ下ろさない。2、3年後に下ろす。なんで、うん、理由は、だって売ってる時って流行ってる時じゃん。はあ、ちょっとブームが去った後に、そう、それで忘れちゃうんだ、しまい忘れちゃう。だから30年前とか40年前の服が出てくる、こう押し入れの中とか新品未使用が、だからガレージセールがあるんだね。そういうことです。じゃあ今後も寝かせてください、小千ちゃん、みんなのために。もうない、もう買ってないもん。いい情報ですね、スミヤさん。以上、おはようスミヤさんの放送でした。ありがとうございました。はい、どうもです。7時50分を回っています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と小千じいちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ、おはから今日のメールのテーマはこちらです。はい、今日のテーマレトルト。はい、今日はレトルトカレーの日。あ、そうなんですか。と言われてるので、やっぱこう最近のレトルト商品ってクオリティが、うん、クオリティ高い。いや、うん、高いというか高すぎます。まあ、じいちゃんの子供の頃ないからね、聞いたこともね、レトルト食品とか。いや、そう、うん、そうだよね、うん、まあ、そこでお世話になっているレトルト食品だったり、うん、まだ食べて
みたいないけど食べてみたいなというちょっと気になるデルト現象食品、はい、そういうねやつを教えてちょんまげっていうコーナー、ね、そうだね、うん、あとなんかコセンちゃんみたいに発想が豊かな人は、うん、なんかこんなレトルト食品があったらいいな便利だなっていうのもあると思いますので、うん、何のかあったらうん、ぜひレトルト食品でお待ちしております、はい、なんかさっきコセンちゃんがね、うん、レトルト食品でねなんだっけレトルト食品って何なんだって言ってのなんだ冷凍食品はレトルト食品に入らないのかとかさそう、うん、凍ってるだけでね陳水温めりゃ食えるの同じじゃないかって、うん、さっきごねてたのそうなんかレトルト食品の話してたら、うん、なんか今川焼きが1位だったって言われて、うん、えそれ冷凍食品だよねって言ったら、うん、えそうだよレトルト食品は冷凍食品のことだって言い出してもうあんちゃんわけわかんなくなっちゃってえって思ってレトルト食品って冷凍食品も入るのと思って、うん、もうわけわからなくなったのでそうわけわかんない未だにえレトルト食品って違くないみたいな缶詰は缶詰かだからさ、うん、缶詰もレトルト食品っていうのもあるじゃないですか調理済みのもので、うん、すぐ開ければ開封すれば食べられるものがレトルト食品っていうのか保存食みたいなものちゃんと考えるとさ、うん、分かんないまま使ってたその言葉を私はコセンちゃんでもっと分かんなくなりましたなのでリスナーの皆さん助けてください惑わしてぜひ教えてくださいさあ時刻は7時53分を回ろうとしています今日はレトルトでお待ちしておりますせーのいってらっしゃいましレロレロレロは8時22分を回ろうとしていますおはようめばしからお送りしておりますこの時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とこせんじいちゃんですどうぞよろしくお願いしますね。さあ今日のメールのテーマはこちらです今日のテーマレトルトはい今日はレトルトです実は今日レトルトカレーの日だそうでうあのね大塚食品大阪市なのですけど、うん、が世界初の市販用レトルト食品として、うん、ボンカレーを発売したそうですその日なんだなんか当初は阪神地区限定の販売だったんですけど、うんまあ、その後ね全国に展開をしたということで、うん、宇宙食とかそういうものだったそうですよそういうんで開発されたんだねえ1968年、昭和43年だって。あ、68年。コセンちゃんは？うん、何？何歳？私はね、68年。十分、うん、十分大人っぽかった。おお、昭和43年。68年は十分大人っぽかった。十分大人でしたか、うん。覚えてます？この時のそのレトルトカレーが出たっていう時の。レトルトカレーがその年に出たっていう記憶は、うん、もう今聞いてさ、はいはい、そうかと思ったけど。うん、そのぐらいからあった記憶は食べてた記憶あるよそっかそっかボンカレーねボンカレーしばらくの間ボンカレーしかなかったんじゃないかなうーん、うん、でもささっきコセンちゃんがさそのレトルトカレーがのなんか1位が今川焼きだって言ってて、うん、あーちゃんがえみたいな、うん、冷凍食品ってレトルトカレーじゃないよっていう話になって冷凍食品はレトルトカレーじゃないよあやが間違っちゃったそうだけどもう意味が分からなくなってしまって、うん、皆さんにねレトルト食品って冷凍食品じゃないですよねって訴えかけた答えを言いますね、うん、あのアリオンさんからメールでアリオンさんレトルトの語源はオランダ語で、うん、意味は、うん、加圧加熱、うん、殺菌をする釜という意味だそうです。加圧加熱殺菌とは、うん、読んで字のごとく、うん、熱と圧力をかけて殺菌するということ、もともとは釜を指す言葉だったそうですが、うん、時代を経て加圧加熱殺菌をすることもレトルトするというようになったそうですみたいな。なんでそんなこと知ってるの？ねえ、調べてくれたんじゃないの、アリオンさん、私たちのために。あ、調べたのか。もともと知ってたんじゃなくて。いや、わからないよ。でも、すごいね、そうですって来てたからね、うん、でやっぱりあの冷凍食品とレトルト食品の違いあーちゃんも調べてきましたよ、うん、あ、えらい加熱の違いですって加熱の違い、うん、冷凍食品は加熱せず急速冷却だけなんですって、うん、でもレトルト食品は調理加熱されたものが定義になってるって、うん、そうだよねってほらだからよかった今日
回はあーちゃん合ってた。いまだに分かんない。だって冷凍食品だってもうほらできてるやつが入ってるじゃん。加熱して調理されたものが入ってただ凍らしてあるってだけで。じゃあレトルトカレーの袋をフリーザーにね冷凍庫に入れたら冷凍食品に変わるのか。これは言い方は凍らすなってことです。どんどん難しくなるぞ。初めてコセンちゃんのお口をチャックしたくなりました。はい、もうすっこんでろって言われたこと何回もある。マリさんにお前ちょっとすっこんでろ。そんなこと言わないよ。まあというわけでレトルト食品皆さんの方が分かってると思いますので、ねお読みしましょう。ラジオネームトゥーパンプスさんからです。パンプさん3分間待つのだぞ、うん、ちゃんじっと我慢の子であったというテレビ CM を知っているのはコセンちゃんと私の世代以上だと思います。わあ思い出した。ちなみに私は58歳です。世界初のレトルト食品ボンカレーが発売されたのが昭和43年。当時の値段は80円。ああそのぐらいだったかな。でも高いよ。そうか、その当時は80円が高いんだもんね、うんうん、結構、うん、お店で食べるラーメンが100円しなかった時代ですから、うん、とても高かった思い出があります。ボンはフランス語で美味しい、うん、という意味。セシボンのボンだな。比較当時は独身男性を意味するションガーカレーだったことは意外と知られておりません、うんうん、父が買ってきたボンカレーをワクワクしながら温めたことを覚えています。オリジナルのボンカレーはなぜか今でも沖縄限定と沖縄県出身者が多く住んでいる地域限定で販売されているんです。ボンカレーは今ではカレーだけになってしまいましたが、うん、かつてはシチュー、ピラフ、グラタンまであったそうですよ、うん、あ、そういうのもあったんだ。覚えてます？そっちまでは買ってもらえなかったかもしれない。お湯で温めるだけで食べられる、もともと軍用だったレトルト食品ですから、うん、非常食にも最適です。本当にその通りだよね。カレーは辛口が好きな私ですが、オリジナルのボンカレーだけは黄色いルーの甘口が大好きなのは子供の頃に憧れた思い出かもしれません。そうだね、懐かしさがね、大塚のボンカレー甘口っていうね、素敵な綺麗な女性の方がこう注いでるイメージですけど、うん、はい、名前が出てこない、あのおばちゃん、そのパッケージのねえ、うん、お綺麗な方が髪を弱いていて、うん、当時すごい有名だった人、ねえ、うん、でも80円だったのね。でもその当時はね、うん、高価だもんね。そうだよね。ラジオネームキングヤスさんからです。皆さん、うん、さんおはからです。おはから、おはから。丸宮の麻婆豆腐の素はレトルト食品で真っ先に浮かぶものだと思っています、うん、種類が豊富な中華レトルトはお昼や夕食を何にしようかなと思った時に助かります。テレビ CM で玄関開けたら2分でご飯、玄関開けたら2分でご飯と連呼され頭から離れなくなった。佐藤のご飯は何セットか常備しています。ご飯1杯だけ分ということですぐ欲しいとなった時に活躍してくれます。他にもパスタソースやハンバーグなど手作りの方がありがたみがあるなと思いながらも、レトルト食品は手間がかからず便利でしかも美味しいのでうちでもかなりお世話になっていますと。そうなんだよ、美味しいんだよ。そうなんだよね、家の料理より美味しいってそこは。ああ、それは奥さんに絶対言っちゃいけないけどね。気をつけてね、みんなね。そうですよ、もう奥さん、うん、カンカンですよ、そんなね。すぐにご飯が出た時はね、あのパックの砂糖のご飯、あれはねびっくり超えたね。便利、便利ですね、うん、砂糖のご飯ね。あれ今そのレトルト食品の人気おすすめランキングっていうのがあって、200人に聞いたアンケートで、うん、砂糖のご飯は第5位でした。5位。うん、でキングヤさんが言ってるそのマルミヤの麻婆豆腐の素は、うん、なんと第2位。わあ、すごい人気絶頂だって。これ誰しもが食べたことありそうですもんね。私も大好きだもん、お手軽。うん、あとパスタソースとかもありますけど、うんうんうん、第3位にキューピーのあえるパスタソースたらこが入ってますね。たらこ、うん、ねえ、うん、あとはキューピーのあえるバターソースカルボナーラ濃厚ソース仕立て7位が入ってます。カルボナーラ家で作ってとかなかなかないもんね。だからこうやっぱりこうレトルトソースがあると助かりますよ ね、うん、いや進化してるレトルトですけど、今日は皆さんでレトルトでお待ちしております。時刻は8時29分です。せーの、いってらっしゃいまし、まし、まし。おはよう、前橋から。
時刻は8時47分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とレトロな古戦じいちゃんですはい、今日は古戦じいちゃんと金曜日お送りしてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、昨日がね祝日だったということで、はい、お休みの方も多かったと思いますが、なんか木曜日にね、うん、お休みがあると、うん、ちょっとこう金曜日にまたお仕事に行ってまだ休みというねえ、いろんな曜日なんだな。ねえ、有給休暇ある方とかは多分入れちゃったんじゃないですか、今日とか。もしかすると、うん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 、だから今日ね、もう昨日から4連休ですっていう方も中にはいるとは思いますし、なるほど。逆に昨日も普通に仕事で頑張りましたっていう方も多いと思いますけど、いろいろです ね、はい、さあそんな中昨日ですけどね、うん、森会長がね、古戦ちゃんね、皆さん、まあ、辞任を固めたということで、うんね、女性のね、発言の問題がありましたけど、うん、ね、はい、ありましたね、うん、ね、騒動がねありましたが、うん、責任を取るということで、うん、後任がですね、日本サッカー協会元会長で、うん、選手村村長の川淵さん、84歳の方ですね、森会長よりも1歳上なのかな、うん、か同い年、1歳上ですね、1歳上か、1歳上、うん、うん、まあ、選手経験のあるね、うん、方ですよ。うん、ねえ、というわけで、うん、まあその、うん、川淵さんも残る人生のベストを尽くしたいと、何としても開催できるように持っていくのが一番大きな使命だというふうにね、うん、コメントも残しておりますが、はい、ねえ、まあ、結構ね、連日ニュースとかでも森会長って出てましたけど、うん、でもその中でもこう悪いものだけじゃなくて、今 SNS 見てみたら、うん、森会長ありがとうっていうハッシュタグが5万以上結構出てて、はい、そうだから、その悪い方だけじゃなくて、やっぱりラグビーがあったりとかさ、まあそう、力を持った人で、ただうっかりパラッと言っちゃうって、それはもう、うんうん、その総理大臣時代もいっぱいあった人で、だからそこだけなんだよね、気をつけて、うん、ねえ、マットできればよかったんだけどね。ねえ、うん、時々やっちゃうんだね。うん、はい、ねえ、でもさ、そのメディアが出すものが全てではないってよく言うじゃないですか、うん、例えば今回このオリンピックのさ、聖火リレーを辞退した田村淳さんとかもさ、うん、その YouTube に上げたもの、うん、で自分 の、 そのやっぱメディアだと切られちゃうから、うん、そうだから YouTube 自分のチャンネルで本当のことを言うために上げたんですけど、うん、やっぱりこうテレビとかニュースとか出るとそういうとこばっか切り取られちゃうから、そうそうそう、そう本当のことじゃないみたいな、うんだね、全部ね、うん、聞いたら違う意味ってなるって、だからじいちゃんはもう世の中で起こってくること全て信用してる、全部疑ってから、ね、自分も一番疑ってる一番信用ならねえやつだなって、自分のこと自分のことは信用してあげてくださいよ、古戦ちゃん。そうですね。え、でもね、まあ、あともう本当半年来てますけど、ね、こう会長が変わるってところでね、また出てくる問題もあると思いますけど、まあ、ね、うん、ねえ、でも川淵さんがねしっかりとやってくださるのをね、私たちは本当祈ることでね、はい、うん、選手の皆さんとかがね、本当に健康でねできたらいいなと思いますけど、うん、ですね、ね、まあ、まだまだオリンピックがね開催するかどうかは分かりませんが、はい、またね情報が出ましたら MWEB でもお伝えさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では今日のメールのテーマいきましょう。はい、今日のテーマレトルトです。はい、今日はレトルト、うんうん、今日はレトルトカレーの日なんですよ ね、 ね、大塚食品のボンカレー、ボンカレーがね、1968年に世界で初、うん、すごいですね。昭和43年ということで、最初はこう大阪の方だけのね限定だったんですけど、それがどんどん全国に広まって、もう今じゃレトルト食品なくては生きていけないっていうね、はい、方多いと思います。いいんだ、レトルト命いや本当だいぶ助かりますからね、レトルトのない世の中なんてね、本当に味方です。では行きましょう。ラジオネーム太った塾講師さんからです。皆さんおはからです。おはから、おはから。今日のテーマがレトルトということで、昨日の夕食は桐生第一高等学校調理科と、うん、桐生、麺類小組合が監修し、桐生市内にある森産業グループで製造したレトルトカレー、
キリーチカレーにしました。和風だしが効いていてとても美味しかったです。開発したの？そう、私これ太ってさんのメール見て、うん、何キリーチカレーって、興味ある。興味ありますよね。ちょっと調べてみたんですけど、うん、OB としては、あ、嘘ついちゃった、嘘じゃない、冗談ですよ。キリーチ出身なの？冗談です。あなたの学校のオリジナルカレーを作ろうっていう企画があったみたいで、はい、その第一弾として群馬県の桐生第一高校が発案したキリーチカレーっていうものが出たそうです。で、桐生市の名産品であるうどんといえば、うん、和風だしの効いた醤油ベースのめんつゆ、うん、めんつゆが入ってるんですって。へー、隠し味。そう、うん、お醤油のまろやかな味わいが魅力のめんつゆを特徴にしたカレーだから、ご飯にかけてもいいけど、うん、うどんにかければカレーうどん。カレーうどん、めんつゆだもんね。確かにね、うん、うどん屋さんのカレーはちょっと一味違う、めんつゆ入ってるからね。だからさ、うん、こう桐生市ならではのこうできた桐生市カレーっていうんですか、作ったんだ。うわ、太っちょさん、さすが太っちょさん。それはいつここに届くん？あ、お水入っちゃいました ね、飲み物をちょっと含んだ瞬間吹き出しそうになっちゃった。こせちゃん、ワンコインで買えますから。あ、ワンコインで買える、はい、うん、ぜひ、ね、買ってくださいよ、はい、よろしくお願いします、ね、しましょう。いや、いいですね、こういうメールはちょっと勉強になりますね。うん、情報ね、全然知らなかった。ありがとうございます。さあ、そして行きましょう。高崎のパパさんからです。カレーといえばやっぱりレトルトカレーが便利です。ルーを煮込んで作るカレーは肉や野菜をたっぷり入れるから美味しいんだけど、下手をすると3日連続でカレーとかなりますもんね。わかる。まあ、それにはちょっと意見違う。全然下手じゃない。うん、現実リアルさ、うん、昨夜カレーだったんだよ、うん、おー、うん、で、朝も？で、うん、そのカレーを食いながら、明日もカレーだよねってカレーさんに言ったら、うん、うん、明後日もって言うんですよ。で、俺は3日続くのがもうベストだと思ってる。あ、もうそれは好んでいいんだ。好んでいい、私は望んでる、いつも、うん、じゃあ何、そのカレーコロッケにしてとか、うん、カレーうどんにしてとか。じゃあ、違う、同じカレーライス、カレーライス3連3日間続けていいんですか？ところがどっこい、うん、今回量作った量が少ないんで明日の分しかないって、はい、なんで明後日の分ないんかよってごねた。そう、ダダをこねた。いい年した人がダダをこねる。ジタバタした。じゃあレトルトカレー食べなよ。そっか、違うんだな、そのな、一つの鍋からね、うん、3日間カレーで味が変わってくるんだもんね。晩ご飯カレーでいくっつうのは。うん、でもその点レトルトなら食べたい時に1食分作れるのがありがたい。そうですよね。ちなみに大抵のレトルカレーは具材の量が少ないのが難点ですが、うん、パパは人参、玉ねぎ、じゃがいも、お米と一緒に入れて炊きます。え、煮込んだカレーにはさすがに劣りますが、ちょっとした工夫で少しハイレベルな野菜カレーの出来上がりです。え、お米と一緒に、どういうこと？ご飯を炊くときに人参、玉ねぎ、じゃがいも一緒に入れる、そういうことだよ。ルーは？ルーは？ルー入れない。カレーじゃねえじゃんそれ。何なんそれ。野菜混ぜご飯。え、炊いちゃうの一緒に。何それ面白い。え、パパちょっと詳しくレシピ教えてくださいよ。うわ、こういうメールもいいですね。ルーちゃん、おはからです。今日のテーマはレトルト、うん、考えていたら腹が減ってきたぜと、うん、ね、レトルト食品や丸々の元は助かる、うん、元などを使わずに作るのは素晴らしいけど、うん、あれこれ調味料を買っても2人しかいないから切らず捨ててしまうことが多いの。私が料理が下手なこともあるんだけどね、今の時期なら鍋つゆがレトルトパウチになって売ってるけど、レトルト食品の部類に入ってるのかなって。入ってると思いますよ。入ってるか、うん、あ、プラスチック状のね、あれはね。ルルちゃん、白鳥なん時にカレー食わないがいい。あの、黄色し見つけるってほら、なかなか取れないから。真っ白な衣装に ね、うん、ね。そうだよね。でも確かにルルちゃんのこの2人っていうね、生活の中で、やっぱりこう、レトルトの方が安く済んだりとか、うん、手間がかからないっていう。また家族だったら違うけどさ、その、もっと大人数6人とか4人。そうだね。うん、少人数の場合はね。少人数家族だとね。うん、便利だ、レトルトは。そうだよね。うん、だからあれだよね、無印食品とか。あ、充実してる。ね、してるよね。うん、しかも美味しい。美味しいよね。うん、カレーだってさ、バタチキカレーとか、めちゃくちゃ美味しいですよ。ね、家庭ではなかなか作んないでしょうからね。グリーンカレーとかさ、グリーンカレー、うん、何の粉とか売ってるの、ね、何食べ
べたことあります？無印のない。ナン作る美味しいんですよ。ナン、ナンだけに。ナン寒うー鳥肌立っちゃった。立っちゃったよ、うん、深谷から来ましたさん。来ましたさん。レトルト食品はやはりカレーが一番に思い出しますが、最近はハンバーグがいろんな種類が出ていて、そしてこれがまた美味しいのです。味もデミグラスソースからチーズ入りや照り焼きにおろしと様々です。忙しい時にはとても便利ですと言われております。ハンバーグもね。そして鮭ちゃんです。鮭ちゃん来た。やっぱりボーンカレー。古戦ちゃんのレトルト温めると毛が生えてくるのなんて、ちょっと食欲がなくなりました。そんな無駄なことは必要ない。他にも書いてあるから見せてあげるね、うん、はい、ハワイのママちゃんがちょっと今日のメールのテーマとは違うんですけど、うん、聞いてくださるかしらとは、うん、聞く。実はね、うん、あのタイちゃんの作品展、うん、実行委員会から作品展の時に私に講演の依頼が来ましたと。あーちゃん、こせんちゃん、ママには風が吹いております。この波に乗りたい。前橋市でも作品展を開催したいママです。あーちゃん、水亀さん来たよと。おー、来てるんだママ。ねえ、俺も乗っけてほしいぐらいだよ。残念、水亀座が風の時代の水亀座になるよ。なる。じゃあ2月まで強引に、強引に1月後半からもういい春、水がめざ。いやー、うん、私まだちょっと自分で運気がいいと思ってないので、うん、でもこう同じ人たちが運気がいいと、うん、あ、来るかもってなりますね。そう、運気のいい人にくっつく。そうだね、うん、取り付く、取り付くね。ママに乗っていきましょう。小泣きじじいになろうかな。ご先ちゃんも展示館頑張ってね。うん、頑張ってる ねたくさんの人、ぜひ週末もやりますか。うん、来てくださいとは言えないけど来てください。むーちゃんカフェで古戦吉弘展開催中でございますので、はい、ぜひ対策取った上でお越しください。よろしくです。さあ、というわけで皆さん、本日もありがとうございました。何でした。担当は私、うん、ソフィー彩香と古戦じいちゃんでした。それでは良い週末をお過ごしください。